白色レグホーンレグホーンはイタリア中部のトスカーナで生まれた鳥の品種。鳥は1828年にイタリアの西海岸にあるトスカーナの港湾都市、リボルノから北米に最初に輸出された。彼らは当初イタリアンと呼ばれていたが、1865年までにこの品種はレボルノの伝統的な英語家であるレグホーンとして知られていた。この品種は1870年に アメリカからイギリスに導入される。ホワイトレグホーンは世界の多くの国で産卵鳥として一般的に使用されている。他のレグホーンの品種はあまり一般的ではない。レグホーンの起源は諸説あるがトスカーナの田舎で生まれた軽い品種に由来すると思われている。名前は最初の鳥が北アメリカに輸出されたトスカーナの港であるリボルノの伝統的な英語読み、 レグホーンに由来している。最初の輸出の日付は1828年、1830年頃1852年と様々な説が報告されている。当初はイタリアンとして知られていた。1865年にマサチューセッツ州ウスターでレグホーンズと最初に呼ばれた。レグホーンは1874年に米国標準規格に組み込まれた際、黒 白、茶色の3色。ローズコームライトとダークブラウンは1883年に追加され、ローズコームホワイトは1886年に追加された。シングルコームバフとシルバーは1894年に、続き、レッド、ブラックテールレッド、コロンビアンは1929年に追加された。1981年にローズコームブラック、バフ、シルバー、 ゴールデンダックウィングが追加された。この品種は1870年にアメリカからイギリスに導入され、そこからイタリアに再輸出された。1868年のニューヨーク賞で一等賞を獲得したホワイトレグホーンは1870年に、1872年から茶色レグホーンがイギリスに輸出される。これらの鳥は重量で1 6ラムを超えない小型で、 メノルカとマレーの系統との交配により体重が増加した。パイルレグホーンは1880年代にイギリスで最初に飼育された。金と銀のアヒルの羽は数年後フェニックスまたは日本の横浜鳥との交配から生まれた。バフレグホーンは1885年にデンマークで1888年にイギリスで生まれた。 茶色レグホーンのメスドリリボルノの品種基準が最近のイタリアでは10種類の色が認められている。ドイツのレグホーン品種には別のイタリア規格、イタリアーナがある。フェダーションフライザデスビライは品種を4つのタイプ、アメリカンホワイト、イングリッシュホワイト、古いタイプおよびモダンタイプに分けており、17のカラーバリエーション、実物大の鳥、14羽はバンタムがリストされている。 また、自動性別の品種であるクリームレグバーも認識されている。アメリカ課金協会とアメリカバンタム協会の両方が、白、赤、黒ビの赤、薄茶色、濃い茶色、黒、バフ、コロンビア、バフコロンビア、バード、シルバーなど多くのレグホーン品種を認めている。英国では、レグホーンクラブは、ゴールデンダックウィング、シルバーダックウィング、パートリッジ、ブラウン。 バフ、エクスチェンジャー、コロンビア、ファイル、ホワイト、ブラック、ブルー、マダラ、カッコウ、ブルーレッド、ラベンダー、レッド、クレル、バフコロンビアン18の色を認識している。ほとんどのレグホーンには単一の櫛がある。一部の国ではローズコームが許可されているが、イタリアでは許可されていない。足は明るい黄色で、耳たぶは白。イタリアの企画では、 2.42.7kg 重量範囲が 2.42.7kg コック用、2.02.3kg の鳥用。イギリスの基準によると、完全に成長したレグホーンコックの重量は 3.4kg 鳥 2.5kg2.72.95kg。体重は 2.72.95kg。面取りはに 2.25kg。バンタムの最大重量は、 ンドリが 1020g910g、メスドリが 910g。リングのサイズは、ンドリが 18mm16mm、mm、メスドリが 16mm。レグホーンは白い卵の良い海でであり、平均して年間280個、時には300から320個に達し、その重量は少なくとも 55g である。ホワイトレグホーンは、 商業及び産業用の生産性の高い三段ハイブリッドを生むためによく活用されている。ありがとうございます。